アイサポート総合法務事務所の松下です。日本にお住まいの中国人との国際結婚の手続きについてご説明します。中国人の方との結婚手続きは原則として中国での結婚手続きを先に済ませる必要があります。手続きは中国人の方がどこにお住まいかで変わります。今回は日本にお住まいの場合の手続きをご説明します。日本の役所への婚姻届の提出が必要になります。必要書類は、日本人の方は本籍地以外の役所へ届け出る場合は戸籍謄本、中国人の方は日本語の翻訳文をつけた婚姻要件具備証明書、パスポート、在留カード、以上で結婚手続きは終了しますが、お伝えしたのは一般的なケースですので、手続きの前には役所に十分確認をすることが必要です。また、日本で一緒に生活することをご希望の場合には、さらに日本の入国管理局での手続きの申請が必要になります。国際結婚の手続きでお困りの際は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。お待ちしております。